4階になります、まあ、エレベーターで4階に来ていただくとこんな感じで2つ見えます。右側が408号室左側が407号室となります。8人入れるタイプのお部屋となっています。ちなみにここの場合トイレは共用でして、こちらにこうお部屋がある横にトイレと書いてありまして、よしと、このように男性、女性とトイレが分かれています。ちょっと私男性なんで男性の方だけ入りますね。よしと、おトイレはこういう形で洗面台がありまして、基本的にお水が出る感じでお湯が出るものではないので、トイレの時使っていただく感じになります。で、男性のおしっこする場所がありまして、で、置物をする時の場所もございます。ちゃんとウォシュレットありますので、お尻が弱い方も心配しないでください。まあ、男性だけ紹介しましたけど、女性も多分似たような構造かなと思います。では407号室こんな感じで、8個お部屋にベッドが並んでいる、カーテンで仕切るので、個人個人の情報は、別になるようになってます。でこんな感じの椅子がありまして、面会に来た方とかご家族の方は使えるようになっています。トイレはお水だけでしたけど、ここは洗面台がついていますので、温かくしたりとか、このお湯を使って手を拭いて洗ったりしていただければと。で荷物を入れる場所は 1,2,3,4,5,6,7,8 と各、ベッドごとに番号が割り振られています。自分の番号に沿ったところにお荷物を入れていただければと思います。開けるとこうやって2つかけるもの、そして荷物を置くという感じになりますね。冷蔵庫も共用でありますので、自分で物を入れるときはお名前を書いてください。それぞれ、ベッドに備え付けはもちろんナースコールとベッドを上下する機械っていうのもあります。で、コンセントもありまして時計もあります。2つこんな感じで開けて閉めてっていう、ちょっと荷物を置く場所もございますので、まあ、ちょっとした荷物はこの手元に置いていただいてっていう方がいいかなと思います。でボードもこんな感じの白いボードを使って、これでお食事をとっていただくって感じになりますね。ベッドの上に置くとこんな感じになりますね。病院っぽいですね。408号室です。408号室も407号室と同様に8個2、3、4、5、6、7、8個ベッドがあります。で5から8個がこっちに台があって、1から4はここに荷物を置いていただくような形式になります。空気清浄機やゴミ箱もあります。で暖かく冷たくなるような洗面台がありまして、で冷蔵庫があります。冷蔵庫を置く場合は自分のお名前を書いていただければと思います。で付き添いの方などのお椅子もございますので自由に使ってください。こんな感じですね。